はい、今日はお昼なんですけど、コメダに食べに来てます。ちょっとね、朝は病院に行ったりとかしてたんで、たっぷりサイズのアイスコーヒー。なんか今日ね、めちゃくちゃ暑い。ちょっとね、ジャケット、ダウンジャケット着てきたんですけど、失敗しましたね。それと、コメダのナポリタン食べたことなかったので、ナポリタンにしてみました。ということで、いただきます。タバスコかけよう。ナポリタンってタバスコかけるけどさ、うん、他のパスタには全くかけないから、日本独特だよな。うん、続々と集まってきて。はい、ジェグモです。今日ね、今日のコーヒータイムは、じゃーん、ダヴィンチ。これね、今回、まあ、コーヒー特集みたいなのをやってて、ちょっと中ね、見せられないんですけど、まあ、コーヒー屋の喫茶店とかのね、紹介とか載ってるんですけど、その中に、あの、本能ともにベストな入れ方講座みたいなのがあってですね、これで、僕のね、よく豆を買っている田島屋さんが、ネルドリップっていうね、布を使った、布のフィルターを使ったコーヒーの入れ方を紹介してくださっていて、で今日はね、それのね、やり方で、ネルドリップ入れていこうと思います。ネルはね、まあ普段使ってるのがあるので、これもう用意してあって、タオルドライとかも準備済みなんで、じゃあ入れていきましょう。はい、準備がね、できたので、入れていくんですけど、まずコーヒー豆ね、このネルのフィルターの中に、こんな感じで。これちょっと大きめのネルドリップのね、ネルで、で、これね、まあ、4、5人前用のやつですね。はい。こんな感じ。で、中にね、しっかりとここのネルの中にコーヒーが入るようにしてやって、で、それで、まず蒸らしからね。ほんとね、こうね、田島屋さんだと、店員の方がね、入れるのは、ネルの方をね、ネルのフィルターの方をこうやってね、揺らしてやってるんですけど、これがね、難しいんですよね。すごく難しくて、俺はね、まだね、慣れてないんですよ。まだやり込みが足りてないんですよね、ネルの。ちょっと左手で、一定に落としつつ、右手で、こうね、回すっていうのが多分、いいんじゃないかなとは思うんですけど。じゃあ入れていきたいと思います。一定で落としながらね、こう回すっていうのをね、しかも、落としてる量も確認しつつ、っていうね、三つのことをね、同時に行わなきゃなんないっていうのはね、また難しいんですよね。まあ、そんなに早くね、回す必要はないとは思うんですけど、
うん、でもいい香りだな。オッケー、こんなもんでしょうか。はい、ネルドリップでコーヒー落とせました。うん、いい色だな。はい、じゃあかき混ぜていただきたいと思います。はい、じゃあ今日のコーヒーいただきます。うん、いい香り。うん、あー、ネルドリップっていう味がするね。ネルドリップね、やっぱね、美味しいんだよな。うん。もしね、自分でネルドリップやってみたいっていう方は、ぜひね、かなりわかりやすく書かれてると、まあ、本当にちょっとだけのね、記事なんで、まあ、さらっとね、書かれてるぐらいなんですけど、まあ、試してみたいっていう人は、ぜひね、ダヴィンチ、まあ、本屋とかで見かけて、まあ、気に、パラパラってめくってね、もし気に入ったら買ってもらって、で飲んでみたいっていう人はね、ぜひ新宿の西口のユニクロのすぐ隣ぐらいですかね、にあるので、興味ある方はね、田島屋さんにぜひ行ってみてください。